あれ変になっちゃった。あれこんばんは。なんかおかしくなっちゃった。よいしょ。2度目の正直。こんばんは。ちょっとねゲリラ配信でごめんなさいやし、しかも少ししかできないんですけど、ごめんなさい。こんばんは。隠れてる？はい。ちょっとおかしくなっててきたよ。お、うん、よかった。ミラコちゃん今日はねもう盛りだくさんの一日でした。なんかチッキーさんの生誕祭にも出演させていただいたり、ケイトの生誕祭も出さして、あ、出させて、間違えた、ケイトの生誕祭にもねお手紙を書かせていただいたり、オンラインお話し会があったり、もう今日も一日お疲れ様ということで、スタッフさんからいただいたケーキを食べようと思います。見てください、おいしそう。今日も一日お疲れ様ということで、さっきここ下で手拭いてました。お疲れ様です。チッキーの生誕の質問してた人よ。お、何の質問ですかね、わかりませんのが。こんばんは。めっちゃお腹減ったので、ちょっと今日はね特別な日、スタッフさんからいただいたんですよ急に始まるスクショタイム急に始まるスクショタイムということでいただこうと思います。スタッフさんがあれミラコ誕生日やからって言ってくださって嬉しい。わあ大好きチョコケーキ。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。最高ですね、めっちゃ。あーん、なんちゃって、めっちゃ美味しい。ちょっとね寒くてこの部屋ちょっとこれ着てます、ジャンバー。ちょっと寒い、まあちょっとは許せます。うん、キャプテンになって変わったなと思うところと、ここ直そうと思ってるところ相手しましたよ。あ、ね、ご質問ありがとうございました。質問は相変わらずずっと受け続けておるので皆さん送ってくださいね。おいちー、ミライちゃんケイトのお手紙ありがとう。え、こちらこそありがとうございました。あれですよね、メンバーの手紙って生誕員の方が指名してくださってるから嬉しい。めっちゃ、まあ私やと思ったんですそうそうそう、あの全然私やとは、まあまああれなんですけど、あの来るかなとは期待してました正直。もしや来て嬉しかった、めっちゃ来たーって思いましたね。もうね来た瞬間叫びました。叫んでお姉ちゃんにうるさいって言われた。嬉しい。リハからね、リハの袖でケイトのこと見てたんですよ。たくましかった。うまい、うまい、チョコついてる。まあいいや、お茶目ということで残しとこ。めっちゃ美味しいこれ。何これ、スタバ。うん、トレビアンだわ。トレビアンでござんす。今日はねめっちゃ早く起きたんよ、6時半とか。うん、なんか6時半とかに起きて、やばい今日めっちゃ、ちょっと口から飛んじゃったカットで、カットで。なんか今日は6時半に起きたから、ちょっと今日早寝ますけど、今日はラーメン食べる気やから、ラーメンちょっとけどダイエットしてるからね。ダイエットしてるって言いつつこれ食べないっていう話やけどね今食べない、明日食べっていう話やけど、もうお腹が減ったので食べます。うん、おいしい。そう、もぐもぐ中、めっちゃおいしい。めっちゃ一口ちょうだいっていうコメントが来てるけど、開けたところで味感じられへんから
ちょっと針もいっぱいついてる気がするんだけど。鎌倉かい、大正解。鎌倉行きたいですね。ほんまに鎌倉、ほんまに鎌倉大好き。なんかラーメンの中やったら鎌倉、ちょっと鎌倉の CM 来へんかな。もうちょっとあれやね、鎌倉好きをアピールした方がいいですよね。ボーメにしか、ボーメとかショールームでなんか黒い口元なんかボーメとかショールームとかでしかなんか言ってないから、もうちょっとアピールしよう。こんばんは。めっちゃ好き、ほんまに好き。なんかさ、鎌倉のさ CM は望まへんの、 CM 多分やってへんからあれやけどさ、イメージキャラクターとかなんか、うん、美味しかった。なれへんかな鎌倉。多分48グループで一番好きだと思う、鎌倉のことは。うん、歯黒くなってない、大正解、黒くなってる。恥ずかしい、めっちゃマスクしようかな。うん、やばいやばいちょっと待って、ちょっとやばいな。いや大丈夫、大丈夫でした。うん、鎌倉、そう鎌倉アイドル、鎌倉って奈良じゃないね。そう奈良じゃないねんね、全国チェーン、まさかの全国チェーン。あ待って、リップなくなったって思ったらカバンポッケの中入ってたんかよ、くっさ。それはご飯、 No 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 No。 ちょっと言ってみようかね。毎度、ミラちゃんはあっさり味が好きなんだ。どうして知ってるんですか、ミラがあっさり味が好きってこと。大正解、こってりあんまり食べへんねんな。けどなんかこってりが苦手やったわ。うん、わかんない、わかんない、わかんないわ。ほんじょ、こんばんは。今日はちょっとね、早く寝る、早く寝るからもう休み。皆さんも早く寝よ。明日オンライン話会、皆さんにちょっと言わなければいけないことがあるんですよ、あるんですよ。あの皆さんに本当に言わなければいけないことがあって、目薬ない、あの明日のオンライン話会でクリスマスツリーを着ると言っていたのですが、ネットで注文してたんですよ。そしたら昨日の夜中に届かないと言われまして、注文ができませんでした。結構前に頼んでたんですけど、昨日の夜に来てしまって、で再発行しようとしたら届く時間が20日か21日と言われ、無念ということで、皆さんクリスマスツリーじゃないのになるので、もうほんまに悔しかった。もうね、可愛いクリスマスツリーのやつ見つけたんですよ。ほんまに悔しい、ほんまに戦い起こすって感じ。もうほんまに悲しくて、あの涙がちょちょ切れないんですけど、今から見出したからびっくりした。ですよね、ですよね。多分あれですよね、あのなんかまあコロナの状況もあってね、あれなんですけど、ちょっとまた来年、絶対また来年来ますね。ほんまに悲しい。だからちょっとサンタさんと違うのになると思うんですけど、それかサンタさん、サンタさんか、今日ちょっと見に行くので、ちょっとご了承いただけたら嬉しいなって思いまちゅ、うん、嬉しいなと思いまちゅ、はい、思いまちゅ。中国語、まあけど皆さんは未来のクリスマスツリーを見たいじゃなくて、未来とお話ししたいと思うので、まあ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 ってポジティブに捉えすぎやろって感じなのですが、これから夜勤行ってきますよって、やば、寒い中頑張ってくだけ。ミラコらしくていいよ。あ、
優しいですね。ドンキになる人とドンキね、どんどんどんドンキ。そうなんですよ、ごめんなさいというご報告でござんす。いや、もうほんまに悔しい、私が一番悔しいね。だからあの、まあ、ファンの方でできるならば、まあ、クリスマスツリーを、まあ、飾っていただけたらなって。なんかクリスマスツリーさ背景に飾るのも別にいいと思うんだけどさ、さすがに奈良からあのでっかいクリスマスツリーをさ持っていくわけにはいかないじゃないですか。まあ、ちょっと工夫するんで、ちょっとまあそこだけご了承いただけたらなって思います。いいよ、ありがとう。ギャンカはあんじゃみっちゃんの姉ちゃんの生写真持って、みっちゃんの生写真まだない。え、今クリスマスのあれが 生写真発売中ですよ。ゲットしてみください。もう注文取り消したの？取り消しましたけどね、普通にプライベートで欲しいなと思ってだから注文しようかって思うけど、節約中やからショップに自転したいし、なかった。え、まだまだないんか。週末に送って言ってはってんけどな。また明日、明日かな。劇場の入り口にツリーあるような、あれ持っていきます。めっちゃ大変よ。神にクリスマスツリー書いとく神に、いや、そうしようかな。あとさ、まあちょっとこれはちょっと言わんとこ、明日のお楽しみやから言わんとこ。生写真オンラインで予約してありがとうございます。未来ちゃんが可愛いからオロケ、あら、甘やかされて育とうと思います。あと、もしツリー買ったら配信でね、します、絶対。なんか、うん、そんな感じかな。やんやんって感じ。ちょっと今日ほんまにちょっとしかできへんのよ。もうすぐランキング発表の時間やけどさ、皆さん心の準備できてる？ちょっとね、ちょっとごめんなっちゃい、まあ、少しでも皆さんとねお話ししたいんですよ。私お話しするのが大好きやから、ちょっとここの部屋寒いんですけど、寒くてもお話ししたい。ちょっと後片付けするわ。なんかね、今日髪型自分でやったら可愛い、ああメイクさんやっていただきました。メイクさんに今日はあれだったので、生誕祭だったので、頭痛は良くなったから良くなりました。頭痛の原因ね、多分わかんにゃ、花粉症。え、どうしてわかったの？あの、何だっけね、何喋ろうと思ったっけ、忘れちゃった。なんか喋ろうと思ってんな。そう、思い出した。なんか今日のケイトの生誕祭でお手紙を書かせていただいたんですけど、なんかスタッフさんからめっちゃいい手紙やったって言われて、なんか見ろ大人になったなって言われてどうでしたか未来のお手紙。ここケイトのファンの方ちょくちょく来てくださってありがとうって言って言ってくださる方が言わはるけど、こんばんは、でよく言った、全然ですよ。なんかほんまに嬉しかった、ケイトのかけて。もっと書きたかったけど、ちょっとみんな日本語力がさ、文章力ね、もうちょっとあればね。思った、言った。そう、レナタンが祝辞って呼んでたの、あれ宿泊って書いてたんですよ。レナタンね、忙しくてね、下読みできひんかったと思うねんな。なんかね、そう、あのなんかスタッフさんに俺が未来が書いたとは思えへんかったって言われて、えーって、なんか未来大人だったなって言われて、まあある程度思いましたね。あれめちゃめちゃ未来が書いたよって、気持ちが伝わってきて嬉しい。もうそう言っていただけど、めっちゃ考えて書いたんですよ、ほんまに脳みそ振り絞って。同じ奈良県出身で応援してます、いつも楽しませてくれてると、わー嬉しい、ありがとうございます。同じ奈良県、いやいや、まあケイトにもね、ケイトが LINE してきてくれて嬉しかったな。なんかうまく
なんか自分で声出して読みながら、ちょっとすごく使いすぎやなとか思って消したり、頑張った。頑張りました。なんかお手紙をメンバーに書かせていただくのは2回目アミルとケイトで楽しかったな。また今年来年もいっぱいメンバーさんのなんか LINE 間違えた書けますように。余ってる？うん。ということでランキング発表したいんですけど、こんばんは。なので楽しかったですね。ケイトも喜んでくれてよかった。じゃあランキング発表します。13位、ひろしさん、ありがとうございます。あ、みちるてる、おさゆ。12位、あろろさん、ありがとうございます。11位、すいひろさん、ありがとうございます。10位、つるきちさん、ありがとうございます。9位、ほうこさん、ありがとうございます。8位、レモンちゃんまんさん、ありがとうございます。7位、あっきーさん、ありがとうございます。6位、まこっちゃんさん、ありがとうございます。5位、ガッキーさん、ありがとうございます。4位、ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。3位、元気100倍しゅうしゅうさん、ありがとうございます。2位、ひろちゅんさん、ありがとうございます。そして、こんな1位はドロン、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 たまさんです。ありがとうございます。ちょっと抑えながらになっちゃったけど、揺れてしまうから。スペシャルギフト送ってくださった方、ヤシャンナさん、ありがとうございます。アブリカルビディディさん、ありがとうございます。チャックさん、ありがとうございます。フォークさん、ありがとうございます。ひろちゅんさん、ありがとうございます。トマさん、ありがとうございます。せいひろさん、ありがとうございます。大阪の渋谷柳沢さん、ありがとうございます。真面目サラリーマンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんまた見に来てください。明日も夜配信しますね。で言ってできなかったごめんなさい。まあ 99.9999% の確率でできます。皆さんありがとうございました。お話し会も楽しかった。またね、バイバイ。コメントに星にスペシャルギフトに感動ありがとうございました。バイバイ。大好き大好き。